楽天競馬ポイントもらっちゃお娘ポームス津田まりなのバンバ塾。皆さんこんにちは、津田まりなです。前回予想しました銀河賞結果は、外れてしまいました。いや、かすりもせんかった。勝ったのは7番人気3番の大和太鼓だったんですけれども、7番人気、10番人気、6番人気での決着で3連単の払い戻し金は108,700円と100万馬券が飛び出す波乱の結果となりました。万栄競馬って結構高配当になることが多いんですよ。フルゲート10頭立てと比較的頭数が落ち着いた競馬にもかかわらず、実際昨シーズン2020年度の3連単平均配当は32,308円、高いということで、その反省を生かして今回は当てたいと思います。というわけで、今回私が予想するのは10月3日日曜日帯広第11レースの秋王賞、メンバーこちらです。3歳馬同士による一戦です。私の予想はこうなりました。じゃん、はい、本命7番桜姫、対抗9番イオン、黒三角が6番みそぎほまれ、白三角10番シトラールとしました。本命にしたのは桜姫です。対抗にしたこのイオンはね、やっぱ強いんです。以前はゴール前になるとちょっとこうスタミナ切れみたいな感じになって末足が鈍ることもあったんですけど、そういった面が解消された今、やっぱりイオンが強いのかなと思いつつも、このイオンを任すことができる馬がいるとしたら、私は7番桜姫だと思ったんです。この桜姫ね、まさに上がり馬、もう金層もね、振り返るとずーっと馬券に絡み続けていて、とても絶好調です。で、今回もコンビを組む渡来心騎手との相性が抜群で、渡来騎手と桜姫がコンビを組んだ時、これまで6回あるんですけれども、4勝2着2回3着なし着外なしオール連帯ということで、調子も良くて渡来騎手とのコンビもバッチリな桜姫に期待しました。対抗はやっぱり強いイオンかな。なんでこの2頭が先行して前を引っ張ってってくれるっていうようなイメージです。今回は4頭に絞りました。買い目はこちらです。はい、枠服7000、そして3連単3連服フォーメーションは本命にした桜姫から印の馬たち、そして3番目は全で買いたいと思います。ちょっとね、先週の反省を生かして、はい、怖い頭を取りたいなという思いがすごいこもっております。そしてフルゲート10頭立てなので、 BFG 橋枠理論で1重前の馬券も買います。BFG 橋枠理論とは、私が提唱している万栄フルゲート10頭立ての時は橋枠、つまり1番と10番の馬が馬券に絡んで高配当になることがあるよという説です。はい、ね、こういうのって買い続けないとダメですからね。はい、こんな感じで買ってみたいと思います。お知らせです。10月3日日曜日帯広第11レース秋王賞は、楽天競馬なら最大プラス 6% ポイント還元です。ぜひお得に便利に楽天競馬で万栄競馬をお楽しみください。そして10月はスペシャルマンス、楽天競馬で初めて万栄競馬を1000円以上買った人の中から抽選で最大5000ポイントがプレゼントされます。詳しくは楽天競馬のホームページをチェックしてください。そしてそして、ウェブメディア北海道ライカーズと連携して万栄と価値関連の様々な情報を発信しています。生産牧場に聞くバンバの血統や万栄女子谷あゆみ調教師の記事もあります。ぜひアクセスしてチェックしてみてください。さらにさらに、楽天競馬ライブゆるゆるバンバー、今週は配信あります。私も出演させていただきます。たっぷり最終レースまでゆるーくみんなで万栄競馬を予想しながら楽しみます。ぜひこちらもチェックしてください。マリナルとコタロウのバンバ塾番外編。
ということで、今週も小太郎先生にお越しいただきました。小太郎先生、今週もお願いします。では今週もちょっとね、馬番だけ書いてみたので、ちょっとこれで10頭立てなんでね、迷うとこだと思いますけど、気になる馬ちょっと選んでいただけないですか、小太郎先生。どう？10ですか。シュトラールだ。10タッチしましたね、後ろ足で。そっか、シュトラールね、この先行しますから、もしかしてイオンとか桜姫より前行って粘っちゃうってことあるのかな。ということで、小太郎先生の今週の予想は10番シュトラールということになりました。皆さんの予想もぜひコメント欄でお聞かせください。以上、マリナルと小太郎のバンバ塾番外編でした。どんな場所からでも投票はできる。どんな瞬間でも投票はできる。その向こうに頑張っている誰かがいる。この投票の先に広がる世界、たくさんのみんな、この投票が頑張る誰かとつながっている。熱いどこかとつながっている。届け私のこの一票、つながれ地方競馬。いつもどんな時にもみんなの熱くなれる環境づくりを考えていく、楽天競馬。というわけで、この開催も一緒に万円競馬楽しみましょう。じゃあねー。